エドワルド・エディジオ・マシャド・ソート・デモーラは、ポルトガルの建築家。ポルトガル北部の大都市ポルトで生まれ、ポルトを拠点としており、フェルナンド・ターボラや、アルバロ・シザラ・ポルトガルを代表する、建築家らが教授を務めたポルト大学の建築学部で教授となっている。大理石や、花崗岩や、コンクリートなどで作られた壁で支えられた建築や、ミース・ファンデルローへの影響を受けた。 水平の線を強調した建築などを主な特徴とする。2011年にプリツカー賞を2013年にウルフ賞芸術部門を受賞した。ブラガ市エスタディオムニシパルデブラガソートデモーラはポルトで生まれた。医者である父ジョゼアルベルトソートデモーラと母マリア・テレザ・ラモス・マシャドの間に生まれた。ポルトガルの司法長官を務めたジョゼソートデモーラは2位。 ポルト大学芸術学部で彫刻を学んだが、途中で建築に転校し、1980年に学位を得た。1974年から1979年まで、ポルトの建築家、アルバロシザの下で働き、自分の事務所を持つよう勧められた。アルバロシザとは2000年のハノーバー万博でのポルトガル館の設計や、2005年のロンドン、 サーアペンタインギャラリーのカキパビリオン設計で共同作業している。1980年に自分の事務所を開き、1981年に開催されたポルト市の文化センターの建築設計協議で勝利し国内外に名を知られるようになった。このセンターは20世紀初頭に作られた新古典主義建築の邸宅の庭園に予定されており、コンペではこの庭園の保存と同時に、 劇場や展覧会場などを備える芸術のための複合施設を作ることが求められていた。ソートデモーラは花崗岩の壁に挟まれたミニマルな建築案でこれに応えている。1987年にはオーストリアのザルツブルクの歴史地区のホテル設計コンペで勝ち国際的な名声を高めた。ソートデモーラの初期の作品は母国ポルトガルでの質素な住宅建築が 中心であったが、後に、スペイン、イタリア、ドイツ、イギリス、スイスなど、欧州各地で、ショッピングセンター、学校、美術館、映画館などの大掛かりな建物を手掛けている。1989年から1997年まで、ポルトガル北部のアマレスで12世紀の修道院の廃墟に滞在し、これをポザーダへと改造する作業を行っている。 1981年から1990年まで、相当デモーラは母校ポルト大学の助教授を務め、後に教授となった。その他、ハーバード大学をはじめ、ポルトガル国内外の様々な大学で講義やゼミを行っている。2011年3月には建築界の大きな賞で、あるプリツカー賞を受賞した。ポルトガル人としては、 同じポルト大学出身のアルバロシザに続き二人目となる。受賞にあたっては、ブラガ市の私立サッカー競技場、エスタディオムニシパル、ポルト市の高層ビルブルゴタワー、カスカイスのポーラレゴ美術館などが評価された。ありがとうございます。